不気味な部屋だね。なんか出てきそうな。出るって何がよ。不吉なこと言わなくて。あんたのせいよ。あんたが余計なこと言うから。鍵が閉まってるよ。さっきのガキの仕業ね。なんか、どんどん暗くなってるわね。そろそろ引き返した方が賢明なんじゃない？そう言わずに頑張ろうよ。今ので終わりだよね。こっちも終わりそうだよ。やったー、成功だ。深尾さん、あとはこのエレベーターで一気にてっぺんまで行くだけだね。そうね。君たちにはお礼を言わなくちゃいけないね。君たちのおかげでようやく希望が見えたよ。この調子で通信がうまくいけばきっとすぐに未来機関が助けに来てくれる。そうしたら僕らは助かるんだ。家族にだってまた会えるはずだよ。大丈夫、あともう少しだ。だから一緒に頑張ろう。困る、気をつけて。大丈夫ですか？